人いる？このさっき。そう、ぜひね、この後終わったらサインとあのパネル、あのノイズメーカーのパネルにもサインあるから見て帰ってください。お願いします。今日ね、初めて来てくれた人もいるんですけど、やっぱこのリリースイベント期間めっちゃ来てくれたフーズのみんなもいるじゃないですか。だから今日はその成果をもう見せつけてやろうっていう。これまでみんなで一緒に掛け声の練習したじゃないですか、ね、そうだね。それを今日は発揮してください。発揮してください。はい、偉いね。お願いします。今日のこのメジャーファーストアルバム出したんですけれども、はい、私たちがメジャーデビューしたきっかけは推し武道、推しが武道館行ってくれたら死ぬのドラマと映画に出させていただいたことなんですけれども、はい、そこで私たちのこと初めて知った方いらっしゃいますか？ね、結構ね、これをきっかけにしてくれた人が多くって。そう、本当大事なポイントです ね、嬉しいですね。なので今日はそのね、推し武道の主題歌を一曲次は披露します。今日のね、イベントは撮影 OK なのでぜひ写真や動画など撮ってください。はい、じゃあお願いします。はい、次の曲はサビで一緒に盛り上がれるので皆さん一緒に盛り上がってください。それでは聴いてください。日本って生まれて日本人の4人で結成して日本で活動しているからこそできるものだなと思ってて、この曲はそのテーマを存分に詰め込みました、はい、今私たちがみんなに伝えたいこと全部この曲に入っているので、はい、たくさん魅了されてください。はい、はい、そして今日このタワーレコード渋谷の屋上でこのお辞儀のクラッシークラッシュのリリース日にお辞儀を初披露するこのステージを私はもういつまでも思い出せるようなものにしたくて、私たちがこれからゼップに立つ日とか武道館に立つ日とか東京ドームに立つ日、こちら来てる日とか、そういう日にも思い出すような歴史的な瞬間にしたくて、このお辞儀の初披露だから、みんなも今日一緒に歴史作ってくれますか？もっと盛り上がれますよね。いいですね。じゃあこの瞬間をね、みんなで楽しみたいなと思います。はい、それでは聞いてください。お辞儀。
乗り越えになりました。これからもじゃあついてきてくれますか。私たち今週末20日、21日にもリリースイベントをね、立川と豊洲で土曜日、日曜日やります。それもみんな来てくれるってことですよね。嬉しい。ありがとうございます。覚えましたからね。はい、まだまだリリースイベント続きます。みんな来てくれることを楽しみにしてます。そしてね、それからこれからまだ発表してないイベントとかも計画で紹介する。はい、でもそれがね、実現するかどうかまだ分かりません。はい、みんなぜひ私たちについてきてほしいです。そして一緒にこれからもたくさん素敵なライブを作っていきましょう。いや、ありがとうございます。分かった？後ろの方たち分かった？分かった。見えてるよ。はい、分かってる。そしてさらに先、夏には初めての全国ライブハウスツアーも予定しています。はい、今ね、あれですね、チケットのアルバム選考、そう、受付中です。あ、もうすぐなくなるところもあるらしい。そう、危ないってさ。はい、みんな危ないぞって聞いたよ。だからみんな早めに注文、してください。お願いします。はい、待ってますお願いします。で、今日ね、たくさん動画とか撮ってくれましたでしょ。それぜひぜひハッシュタグワンファイブをつけて投稿してください。私たちも見たいです。はい、そして私たちもね、撮りたいやつあるんですよね。そうね、私たちさ、結構いろんなご当地各地とかでお辞儀ダンスの TikTok を撮ってるんですけど、今日ね、こんなみんな集まってくれたから、みんなと一緒に TikTok 撮りたいな。撮りたい。何パターンかあるんですけど、まず一つ目、一番簡単なのは後ろ肌お辞儀をしてくださいと首がギリ取れるか取れないかの、死ぬほどバウダン、それパターン1。パターン1ね。次はこう CD とかで顔を隠してください。恥ずかしいよ、恥ずかしい方。あとはペンライトね、ペンライトとかでこう隠してください。あとはお好きにしてください。かわいい、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 してください。そう、ぜひね、映ってもいいよっていう人は一緒にお辞儀しまくって、本気で、OK、気持ち悪くならない程度でね。そう、自分で自分の健康を守ってください。守ってください。責任取れないんですけど、まあ死ぬほどやってください。 OK、準備は分かるよ、分かるよね。分かるよ。フィフスのみんなは分かると思う。 TikTok 見てるでしょ。分かんない人はフィフスの真似してください。まあ、エンドレスお辞儀だ。そう、とりまお辞儀しといてください。さっき見本見たもんね。うん、ね、オッケーね。こう、タワレコ、そうだよ。あー、タワレコね、これさ、気になってた。何これ、うちらのとこからすごい大きいタワレコーズが見える。ね、揺れてるよ。見える、すごい。よし、じゃあ、行きましょう。行きましょう。みんな準備はいい？決めて。ちょっと、OK？ ポーカーフェイス。ポーカーフェイス。ポーカーフェイス。ポーカーフェイスだよ。ノースマイル、OK？ ノースマイル、OK？ ノースマイル、よし、OK ですか？ノーミュージック。よし、じゃあ音楽お願いします。お願いします。でもあっという間だったね。あっという間でした。ね、私たちまだ会いたい人はリリースイベント来てほしいし、SNS とかで、ね、ぜひ身近に感じてください。よし、じゃあ最後はもうこの渋谷の街中に私たちの FAFO を響き渡します。立っていきたいと思ってます。みんなで一緒に
緒に成長していきましょう。次は立川でやります、はい、ぜひぜひお時間ある方は見に来てください。よろしくお願いします。